どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の特別編始めていきたいと思います。こちらの講座では、厚生労働省から出されている試験作成のための手引きが平成30年の3月に改訂が行われました。その改訂された箇所のみを動画に収めておりますので、資料については私のオリジナルテキストを使用していきたいなと思います。ダウンロードはですね、いつもの下のところから、ダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきたいと思います。資料の準備はよろしいでしょうか。はい、では、この改訂についてなんですけど、実はですね、過去何度もですね、改訂が行われております。で、今回については、改訂された箇所というのは、ほんの軽微なものとはなるんですけど、しっかりとですね、改訂された箇所ですね、ポイントがありますので、そういったところを収めていきたいなと思います。はい、それでは早速1ページ、第1章の変更点の1、見ていきたいと思います。はい、医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因というところで、高齢者についての記述がありました。で、その高齢者の生理機能についての記述が一部削除されておりますので、削除された箇所、ね、こう横線で赤字で、ね、してあると思いますので、資料のところをしっかりと確認しておいていただきたいなと思います。はい、では次に行きたいと思います。今度は第2章の変更点の2番目ですね。症状から見た主な副作用で、全身的に現れる副作用のところで、アナフィラキシー用症状についての記述が削除されました。ここについては、第2章、第3章、他の章にわたってですね、アナフィラキシー用症状についての記述が削除されておりますので、ここもですね、対応していただくようにお願いいたします。はい、それでは第3章の変更点の3番目見ていきます。今度はですね、全身神経系に作用する薬の風邪薬のところについての内容です。で、そこでは、リドチーム塩酸塩の記述の削除が行われました。ただ、リドチーム塩酸塩、削除されたところもあれば、削除されてないところもございます。例えば、外装薬とか、歯槽膿漏薬については、引き続き、リドチーム塩酸塩についての記述はございますので、なので、このリドチーム塩酸塩、何の成分でしたっけ？抗炎症成分ですよね。そう。ね、なので、そういった抗炎症成分ですよとか、あとは、鶏卵アレルギーには気をつけなくちゃいけませんよとかね、そういったところについては、引き続き覚えておいていただきたいなと思いますので、ここはですね、そんなに気にしなさらなくても良いかなとは思います。はい、では、次のページに進んでいきます。今度は2ページですね。変更点の4番目です。呼吸器系に作用する薬というところで、ここでは、侵害巨体薬のコデイン類についての記述が追加されております。いろいろ書いてあると思うんですけど、コデインについては、アメリカにおいて12歳未満の小児の使用を禁忌する、禁忌とする措置が取られました。で、日本ではですね、その措置を踏まえまして、いろいろ検討した結果ですね、日本での死亡例の報告というのは特になく、日本での呼吸抑制のリスクというのは、アメリカと欧米と比べて遺伝的に低いという推定がされることになりまして、そういったところを踏まえて、下記のようなですね、措置が取られるようになりました。で、例えば、丸1番目、速やかに添付文書を改訂し、原則本来を12歳未満の小児に使用しないような注意喚起を行うことになりました。それから、丸2番目、ね、1年6ヶ月程度の経過措置を、期間を設けて、このコデインを含むような、製品に関しては、ね、12歳未満の、小児を適用外とするような、形で、製品の切り替えを行うような、形になりました。なので、このように、まとめますと、コデインですね。よろしいでしょうか。コデインについては、ね、12歳未満の、人には、使っちゃダメですよというところですね。ここのところを、しっかりと押さえておいていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。ね、コデインについては12歳未満の人ダメですよというところですね。ここのところを変えておいてもらえば大丈夫かなと思います。はい、では、次いきますよ。よろしいでしょうか。今度は変更点の5番目です。はい、一般用医薬品
ではなく、ごめんなさいね、一般用検査薬のところですね。一般用検査薬のところの内容で、採用タイミングの変更が行われました。ね、文章ちょっと見ていきますと、尿道検査の場合、食後2、3時間というところがですね、食後1、2時間というところに変わっております。ね、ここも十分に注意しておいていただきたいなと思います。ね、よろしいでしょうか。ね、食後、ね、1から2時間というところですね。というところに変わっておりますので、ここ十分に気をつけておいていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。1、2時間というところですね。はい、よろしいですかね。はい、それではその次に行きたいと思います。今度は第4章の変更点の6番目です。はい、ここについては外部研修登録販売者のことについての記述が追加されました。次のページの3ページをちょっとご覧ください。3ページ、見ていただきますと、上から2行目ですね。日々最新の情報の入手、自ら、研さんに努める必要がありますよの後ですね。そこについては、外部研修についての記述が追加されております。ね、外部研修というのは何かというと、登録販売者の試験で合格しまして、晴れて登録販売者になりますと、1年に1回ですね、登録販売者の方たちの、ね、研修というのが、これ義務付けされております。ね、でそういった研修については、ね、薬局開設者とか、店舗販売業者、そういった人たちに関してはね、しっかりと従業員に研修を受けるようにですね、促してくださいねということが、ここでは追加されております。はい、そしてですね、その後、登録販売者についての内容が、いろいろ大きくですね、長く、書かれていると思うんですけど、ここについてはですね、登録販売者というところ、遠い鍵カッコのところありますよね、登録販売者というところで、3行目、見てもらいますと、都道府県知事が行う試験に合格したものであって、そして医薬品の販売または事業に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならないよってされています。じゃあ、その登録を受けるために、その登録についての申請をしなくてはいけないので、どういった申請をするんですかというところで、登録販売者はね、そのね、都道府県知事に申請書の提出をしてくださいねというのが下のところに書いてあります。はい、ではそのところに1、2、3、4ってあると思うんですけど、そこを見ていただきたいと思います。はい、では1のところですね。まず申請するものとしてはね、合格したことを証する書類ですね。登録販売者に合格しますと、合格書というのがご自宅に届きますので、その合格書がここの合格したことを証する書類というものになります。それから2番目のところですね。戸籍謄本とか戸籍証本、あとは住民票の写しとか、ね、あとは住民票被災事項証明書とか、こういったものの提出が必要となってきます。それから3番目です。ね、3番目は、ここは麻薬とか、ね、大麻とかの中毒者じゃないかどうかというのを証明するために、医師の診断書というのが必要になってきます。はい、そして今度は4番目です。ね、4番目については、その登録販売者になる人がですね、どこの店舗に勤めるのかというところで、その店舗で、雇用関係にありますよという、その使用関係を証明する書類の提出が必要になってきます。この全部で4つですね。よろしいでしょうか。はい、では、今度は次のページ、4ページに進んでください。4ページ、見ていただきますと、あとはですね、4ページの1行目、見てください。販売従事登録を行うため、都道府県に、登録販売者名簿を、備え、次に掲げる事項を登録することとなっています。ね、要はですね、申請を、受理した、都道府県知事に関しては、その登録販売者を名簿に登録しなくてはいけないので、そういった登録する内容がどんなことなのかというのを見ていきます。まずは1番目、登録番号や登録、年月日。あとは2番目としては、本籍地、都道府県名、氏名、それから、生年月日とか、それから、性別ですね、が必要になってきます。そして3番目としては、登録販売者に、合格した月、それから、
どこで受験したのかというその受験地の都道府県名ですねが必要になってきます。あとは4番目としてはその都道府県、販売者が、その人がどういう人なのかということをですね、都道府県知事が何か必要だなと認めるとき、そういったものに関しての、必要と認める事項を、確認するためのことがあります。はい、そんなのが4番目の内容です。はい、そしてそれ以外にもね、その下のところを見ていただきますと、登録書を交付しなければならないよと書いてありますが、その後ですね、この登録書って何かというと、登録販売者にね、登録しますと、その都道府県からですね、登録、書というのがですね、交付されるようになりますので、それを、持って晴れて、登録販売者になることができますので、そうなんだなって知っておいていただきたいなと思います。はい、それからその次見ていきます。今度はですね、登録販売者は、事項に変更を生じたときは、30日以内にその旨を届けてくださいね、ということを言ってます。例えばどんなことなのかというと、例えば女性の方で、結婚した場合、ね、氏名が、氏名というか、こう、名字が変わったりしますよね。なので、そういったところ変わったときは、ね、30日以内に変更の届け出をしてくださいね、ということを言っています。それから、登録販売者に、そのお薬のお仕事に従事しなくなったとき、そういったときも30日以内に届け出してくださいねということを言っています。さらに、その登録販売者の人が亡くなってしまった場合、そういったところもですね、30日以内に届け出してくださいねと言ってますので、ここについては、すべて30日以内となりますね。すべて30日以内となりますので、そのあたり、見といていただければ大丈夫かなと思います。はい、よろしいでしょうか。では、その次、変更点の7番目見ていきたいと思います。はい、この変更点の7番目については、ここについては、保険機能食品についての内容ですね。はい、で、どういうことかというと、内閣総理大臣についての記述が、削除されています。特に特別、用途食品についてとか、いろいろね、内容が書いてありますけど、次のページに進んでいきますと、5ページですね。特定保険用食品について、ここが内閣総理大臣の記述がいろいろ書いてありました。そんなところがですね、削除されておりますので、ここ、ちょっと知っておいていただきたいなと思います。よろしいでしょうかね。はい、ではその次、変更点の8番目です。医薬品の販売業の許可についての内容で、分割販売における、記載事項の追加がありました。ここについては、分割販売ね、第4章のところで大丈夫でしょうか。分割販売というのは、例えば、解熱鎮痛薬1錠だけくださいねって言った時に箱を開けて1錠、はいどうぞって渡すことができるね。そんなのが、分割販売についての内容です。で、その分割販売についてはですね、いろいろですね、記載事項がいろいろあります。何かというと、ここ、文章を見てもらいますと、分割販売を行う者の、氏名とか名称、そういったものが、必要になってきます。さらに、その分割販売を行った薬局とか薬店のね、営業所の名所とか所在地、そういったこともね、記載しておいてくださいねっていうことを言ってますので、そうなんだなっていうところを知っておいてください。あとはその他、添付文書とかね、そういったものも、つけてお渡ししなければなりませんので、ちょっとね、分割販売についてはちょっと面倒くさくなりますのでね、知っておいてください。はい、それから変更点の9番目です。医薬品販売業の許可の、薬局についての内容です。ここでは薬剤師不在時間についての内容があります。この薬剤師不在時間って何ですかというところをちょっと文章を見ていきますよ。はい、開店時間のうち当該薬局において庁外に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ずかつ一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を薬剤師時間と、薬剤師不在時間と呼んでいきます。で、その下、例えばというところを見てください。ね、緊急時の在宅対応とか、それから急遽日程の決まった退院時の、カンファレンスの参加のため、一時的にね、薬局において薬剤師が不在となる時間が、ね、この薬剤師不在時間になるんですけど、その後ですね、学校薬剤師の業務をあらかじめ予定されている定期的な業務によって、ね、とか、で、この学校薬剤師って何ですかというと、例えば小学校とか、プールとかありますよね。で、そのプールとかの、
塩素の濃度を確かめるために薬剤師の人が、ね、こういろいろ検査したりとかするんですよ。でそういった業務のことを学校薬剤師って言いますの でこういった、ね、あらかじめ予定されているものについては、ね、この薬剤師不在時間には含みませんよって言ってますので、ここもうんそうなんだなっていうところを知っておいていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。では、次のページ、6ページに進んでいきます。はい、6ページで、その薬剤師不在時間に関しての続きなんですけど、6ページの2行目、見てください。ね、調剤に従事する薬剤師が不在のため、調剤に応じることができない旨や、薬剤師不在時間に関わる刑事事項、ね、そういったものを、薬局内の見やすい場所、あとは、薬局の外側の見やすい場所に、掲示しなくてはいけませんよということを言ってます。そうなんだなっていうところね、しといてくださいね。はい、それから、あとはですね、その次、また、ね、体制省令において、薬剤師不在時間内は、ね、薬剤師が薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従業員と連絡ができるような体制をちゃんと整えておいてくださいねってことを言ってます。ね、ここ、そうなんだなって知っておいてもらえばそれで大丈夫です。はい、あとはですね、今度は、その次に行きたいと思います。今度は変更点の10番目です。はい、ここはですね、医薬品販売業の許可についてのところで、特定販売についての、その後のところですね、その他の、ね、遵守事項についての内容のところの追加となります。はい、これ何かというと、赤字になっているところをちょっと見てください。ね、医薬品の購入等にかかる、関する記録というところですね。そこでは、まずは薬局についての内容です。で、ここ、何のことを書いてあるのかというと、ね、薬局開設者は医薬品を購入し、または譲り受けたときというところでいろいろ書いてあるんですけど、まあ、簡単に言うと、薬局の開設者とか、あとはメーカーさんとか、あとは病院とか、ね、要は薬局が、ね、また別の薬局、あとは薬局が、例えばメーカーさんとか、あとは薬局が病院とかに、ね、お薬を、ね、渡すとき、そういった場合は、そういった内容についての書面を記載して、そういったものを取っておいてくださいねということを言っています。はい、じゃあ、そのね、記載内容どんなものなのかというのが、その下、丸1から続いてありますよね。例えば、丸1番目、ね、品名、それから丸2番目としては数量。そして、丸3番目としては、ね、その譲り渡した、ね、お薬を渡した時の、ね、年月日、そんなものを書かなければなりません。それから、丸4番目。に関しては、ね、購入者の氏名、または名称、それから、住所、または所在地、あとは電話番号、その他の、連絡先、そういったものも必要になってきます。あとは、それらの事項を確認するために、ね、掲示を受けた、資料、提出を受けた資料ですね、そういったものが必要になってきます。ただ、この丸3番目と、丸4番目と、それから丸5番目については、常時取引関係にある人に関しては、ここについては省略することができます。そうなんだなと。それから丸6番目、ね、医薬品の取引に、ね、当たる自然人が購入者等と雇用関係にあること、または購入者等から取引の指示を受けたことを示す資料というものですね。ここで自然人ってあります。これなんだろうなというところで、ね、ちょっと私も調べてみました。ね、この自然人っていうのは、ね、なんか法律の専門用語になりまして、例えば自分自身のこと、生きてる人間のことということを意味するらしいんですよ。で、ここで、なんだろうなって思ったんですけど、でまあ、自然人っていうところで、これに対応なす言葉としては、法人が、そこに値してきます。なので、まあ、要はですね、その業者、ね、その企業に勤めている一営業マンと、理解しておいていただければいいかなと思います。ね、よろしいでしょうか。ね、この自然人というのは、ね、企業に勤めている一営業マンのことなんだなというところで、理解しておいていただきたいなと思います。はい、では、その次に行きたいと思います。今度はですね、同じ7ページの上から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10行目のところで、また医療用医薬品についてはって書いてあります。ね、医療用医薬品については先ほどの内容が必要になってくるんですけど、さらにプラスロット番号や、あとは使用期限、そういったものも記載する必要がありますよということも書いてあります。ね、そうなんだなーで大丈夫です。
あとはその次、カッコ B とかカッコ C とかね、店舗販売業とか配置販売業も同じようなことが書かれていたりしますので、ここもですね、さらさらっと飛ばしていきます。はい、そして8ページ、今度はカッコ D です。複数の、事業所について許可を受けている場合ですね、例えば薬局とかが、ね、1号店があって、2号店があって、3号店があって、4号店があって、それぞれ許可を受けていると思うんですけど、そのように、複数の事業所について、許可を受けている場合、ね、そういったものはどうするんですかというところでは、ね、そこについては、ね、だから1号店からお薬を、ね、2号店に渡したとき、例えば3号店から、ね、1号店にお薬を渡したときとかね、そういったことについての内容です。はい。では、そこもですね、例えば、丸1番目、ね、品名、あとは丸2番目、ロット番号、それから使用期限、数量とか、あとはそのね、お薬を移転した時の年月日、そんなことを書いてくださいね、ってことを言ってます。はい。あとはですね、そういった書類については、3年間保存してくださいね、ってところがありますので、ここもですね、念のため3年間という数字、しっかりと覚えておいてほしいなと思います。3年間というところですね。はい。よろしいでしょうか。はい。では、次に進んでいきたいと思います。今度は、かっこいい、ね、貯蔵設備を設ける区域というところですね。ここでは、例えば薬局とかドラッグストア、ね、お薬を貯蔵している、設備っていうのがあると思います、ね。で、そういったところに関しては、ね、貯蔵設備のところね、売り場のところとちゃんと明確に分けてくださいねっていうことが書かれています。うん、そうなんだな、で大丈夫です。はい。それから、その次、9ページのところを見てもらいますと、その、医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができるものの特定が、規定されてますよというところでは、ね、要はその貯蔵設備に、入る場合には、ね、誰でも、ね、入ることができるようにしたらダメですよねということを言ってますので、ここも、うん、そうなんだなというところで知っておいてもらえれば大丈夫です。はい。では、よろしいでしょうかね。はい。では、今度は第5章の内容のところについて見ていきたいと思います。はい。第5章、今度は変更点の11番目です。はい。ここについては、総合機構のホームページについての、内容がちょっと変更されました。で、その総合機構のところには、医薬品、医療機器等安全性情報についてのね、内容も記載されたと思うんですけど、その安全性情報というのは、ね、厚生労働省よりですね、毎月発行される、ね、ものとなっていたんですけど、この毎月というところが削除されておりますので、このところもちょっとね、毎月というところ、なくなってるんだなというところをちょっと知っておいてください。はい、それから今度は変更点の12番目のところです。はい、変更点の12番目見てもらいますと、ここではですね、その医療費とか、それから医療手当のところの括弧内の記述のところが削除されております。なので、ここについてはね、なんか2年とか書いてあったところ気にしなくて大丈夫ですよね。もう全部5年。あとは、障害年金とか障害児、養育年金のところについては請求期限がないんだなっていうところですね、押さえておいてもらえば大丈夫かと思います。はい。ということで、この平成30年の、3月の改定については、こういったところが、ね、重要と内容となりますので、ぜひですね、しっかりと押さえておいていただきたいなと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。